サラ・ジェーン・ムーアは、1975年に、ジェラルド・フォード大統領暗殺未遂事件を起こした、ことで知られるアメリカ合衆国の女性である。事件により、終身刑が宣告された彼女は32年間服役した、後、2007年12月31日に仮釈放となった。ムーアの17日前には、同じカリフォルニア州で、リネット・スクイーキー・フロムも、 フォード大統領暗殺未遂事件を起こしており、2020年時点で女性によるアメリカ大統領暗殺未遂事件はこの2例のみである。ウェストバージニア州チャールストンでルースとオラフ・カーンの娘として生まれる。父方の祖父母はドイツ系移民である。ムーアは看護学校の学生、婦人陸軍部隊員、会計士であった。彼女は5回の離婚経験があり。 1975年の事件前には4人の子供を設けていた。キリスト教徒の家庭であったが、後にユダヤ教を実践し始めた。ムーアの友人によると彼女はパトリシア・ハーストに魅了され執着していた。ハーストがシンバイオニーズ解放軍に誘拐される事件が発生した後、SLA から人々に対する 犯罪人と非難されていたランドルフ・ハーストは貧困層に食料を配給する組織である People in Need を設立し、ムーアはそのピンで募金係のボランティアをしていた。また、暗殺未遂事件当時は FBI への情報提供者も務めていた。暗殺未遂事件直後の様子ムーアは1975年、初頭にシークレットサービスによって調査されていたが、当局は 彼女が大統領に危険をもたらさないと結論づけていた。また彼女は暗殺未遂事件の前日に違法な拳銃所持の罪で逮捕されていたが釈放された。警察は44後継のリボルバーと113発の弾薬を没収していた。ムーアは1975年9月22日にサンフランシスコで事件を起こした。それはリネットスクイーキーフロムによる フォード大統領暗殺未遂事件から17日後であった。セントフランシスホテル前の群衆に混じっていた彼女は、フォードから40フィート離れた位置から38、後径のリボルバーで一発撃った。彼女はその朝急いで購入した銃を使ったために、着弾点が狂ったため、わずかに狙いを逸らしてしまった。狙いを外したことに気づいた彼女はすぐに二発目のために、構えようとしたが、 元海兵隊員である、オリバー・シップルが飛び込み、腕を掴まれたために、フォードの命は救われた。当時のシップルは、そこに向けられるのを見たのでそれを掴んだ。女性の腕に突っ込んで掴んで、銃が消えたと述べた。二発目の弾丸は跳ね返り、当時42歳だったタクシー運転手の、ジョン・ルート・ビヒに当たったが一命を取り留めた。 ムーアに判決を下した地方裁判所判事のサミュエル・コンティは彼女が自分の銃を持っていたならばフォードは死んでおり失敗したのは彼女の銃に欠陥があったからという見解を述べた。ムーアは暗殺未遂を認め終身刑が言い渡された。彼女はダブリンの連邦女性刑務所に収監されユニクア刑務作業プログラムで時給1.25ドルで非収容者 主任業務会計士を務めた。連邦刑務所局の登録番号は04851から180であった。終身刑が宣告されて32年後の2007年12月31日、77歳のムーアは仮釈放となった。フォードは彼女の仮釈放の1年と5日前の2006年12月26日に自然死していた。ムーアは暗殺未遂事件を 過激な政治的見解に盲目だった。成功しなかったことを非常に嬉しく思っている。今の私は実行したのが間違いだったとわかっていると、振り返った。2019年2月、ムーアは保護観察官への連絡なしで国外に旅行したために仮釈放違反で逮捕された。スティーブンソンドハイムとジョン・ウェードマンのミュージカル劇。 アサシンズでは9人の主人公の暗殺者の一人として、ムーアの物語が取り上げられた。2009年、28年にわたってムーアと連絡を取っていた作家のジェリシュピーラーによる、電気、テイキング、エイムアットザ・プレジデントが出版された。ありがとうございます。